ロードスターでラリー車があってもおかしくないんじゃないかと。このデザインっていうのは金属素材がデザインについていけなかった時代の丸みっていうのがありまして、そこら辺の良さですね。デザイン的な面、チューニング的な面、その自分がどう気持ちよく乗れるか、そこら辺に重点を置いてやった方がいいんじゃないかと思うんですね。出した札束の量とかそういうことではなくて、いかに楽しめるか、人の目を気にしないで自分なりの車を仕上げていく。